無線局変更許可書予備免許とは、日本国内に新たに開設する無線局に対して申請後の書類審査で問題がなければ交付される仮無線局免許。日本国内では電波法により無線局免許状がなければ電波を発射できないため機器の調整のみを目的として交付される。ただし簡易な免許手続きに該当する場合、予備免許の交付は省略される。 予備免許を受けた後に設備の工事を行い、空中線を設置し、試験電波を発射して、設備が法令に定められる基準に合致していることを確認し、落成検査に備える。あくまでも予備免許は設備の調整のために交付される免許であるので、予備免許中は設備の工事及び試験電波の発射しかを行えず、実運用に設備を使用することはいかなる場合も、 許されない。なお、すでに開設している、無線局が設備変更した場合は、予備免許ではなく無線局変更許可を受けることとなるが、手続きは予備免許と同様。予備免許に際して、総務大臣から免許を証する書類として送付される。書類は、下記の通り、無線局予備免許通知書が送付される。様式は、アマチュア局の場合、 無線局変更許可書のと変わるのみでその他記載事項や、様式そのものは、無線局変更許可書と同様。識別信号、電波の形式、周波数、空中線電力、運用許容時間が明かり指定される。無線局変更許可書という書類が送付され、簡易な免許手続きにより変更免許を受けた場合は、新たな無線局免許状と同時に交付される。 交付工事落成届を提出落成検査不合格の場合、再度機器の点検を行い、工事落成届を提出無線局免許上交付運用開始すでに他社で運用している施設を空中線を含めてそのまま使用する場合は設備の工事のみ。鉄塔、局舎の基礎部分がすでに完成しているなど、 工事の進行状況次第では早いところで予備免許交付の翌日から行われることもある。ありがとうございます。